夢のような一日だったわ。いつの間にこんなことになったの。私は何かどこかで間違ったのかしら。お待たせ、さやか。寂しくはなかったかな。待ちくたびれて泣いてたんじゃないのかな。うるさいわね、犬丸。ナホタンが寝てるんだから静かにしなさいよ。ところで犬丸、頼んだものはどこ？さやかがその細くて可憐な手を差し伸べてくれたなら、俺はどんな質問にも心を込めて答えさせてもらうよ。そう、例えば俺がさやかをどれだけ愛しているかについてとかね。そういうのほんといいから、頼んだものはどこなのって聞いてるの。いつもの恥ずかしがりがまた出たね。まったく、いつになったらさやかは素直になってくれるのかな。うん。
か。どうしたの？どれも美味しいよ。そんなにお腹が空いていたの？うん、そうなの。甘いものがとにかく食べたくってね。カロリーが心配だけど、でも食べたいんだから仕方ないよね。まさかこれ全部食べるつもり？すぐに追加を買ってくるから。何を言ってるの犬丸くん。こんなに食べさせたらさやかが太ってしまうじゃない。心配ご無用だよ。さえのきさん、さやかならどれだけふくよかになっても可愛いに決まってるからね。ああでも抱きしめた時に両腕が届くくらいまでにしてもらえると俺としては嬉しいんだけど。バカみたいなこと言ってないで、そっちの箱取って犬丸。はい、喜んで。あ、なんならあんしてあげるよ。ほら、マカロンを食べさせてあげよう。それ、犬丸の手垢がついたからいらない。あんた食べてね。やったー、さやかが俺におやつをくれた。寄せては。だけどナホちゃん、同じ女の子ならわかるでしょ。ずーっと楽しみにしてたスイーツを手に入れたのに食べられなかったんだよ。そんなのってないよね。それはまあわからなくはないけれど。でしょ。だからね、私この子が満足するまでスイーツを食べてあげなきゃって思うの。ほらこうやって甘いものを食べるとこの子幸せそうな顔するんだよ。
かが太るのは嫌。さやか、どんな霊にせよ取り憑かれた状態はあまり良くないわ。やっぱり払った方がいいと思う。悪いことはできそうにない子だから平気だよ。うん、まあ、犬丸くん、さやかを説得したいのだけれど手伝ってくれる？説得？どうして？さやかに霊がついたままなんてあなただって嫌でしょ？そうだね、あまりいい気分はしないけど、でも霊に同情するさやかの心優しさに俺は感動してしまったんだ。まさかあなたまで霊を払わなくていいと思っているの？だってあの子は悪霊じゃないからね。さやかがカロリー過多でモデルをやめることになってしまってもあなたは構わないの？もちろん問題ないよ。さやかがそれでいいって言うなら俺もそれでいいんだ。俺と、うん、あなたに相談した私がバカだったみたい。ここはもう強行策に出るしかない。愛子、何しに来たの？あら、そう冷たい声を出さないで、ナホちゃん。私はただ、帰ろうと思って階段を降りていたら甘い香りが漂ってきたから気になっただけよ。そうしたら、ナホちゃんたちに出くわしたの。これって運命かしら。キュン、愛子さん、ナホちゃんに色目使わないでください。まあ、そんなことしてないわ。言いがかりはよしてね、さやかちゃん。愛子、さやかを煽らないで。そんなつもりはないのだけど。あのね、今はあなたの相手をしている暇はないの。そうなの？あらあら、さやかちゃんは女力士役のオファーでも来たのかしら？え？さやかが女力士？はあ。愛子、よく見て。さやかの後ろに霊がいるでしょ。うん？あら、そう言われてみれば。まあ、ずいぶんと影の薄い霊だこと。その子がさやかに取り付いてこれだけのスイーツを食べさせているのよ。払いたいのにさやかが協力的じゃなくて困っていたところなの。そういうことだったの。ならちょっと見せてもらえるかしら。スイーツに執着心があるのね。そう。それで事故死についてはどう思っているのかしら。さぞ無念だったのでしょう。相手を殺してやりたいとか呪ってやるとか考えているのではなくて。そう？
じゃあ誰かで構わず同じ目に遭えばいいなんて風には思わない？あら、そうなの。ダメね、全然なってないわ。せっかく竜になったというのに、美味しいスイーツが味わえれば満足なのですって。信じられる？ナホちゃん、彼女何も恨んでないっていうのよ。ありえないでしょ。そんな例に存在価値はないわ。そこまでアイコが言うってことは本当に悪意は皆無なんでしょうね。だからね、本当かわいそうな子なんだよ。分かってあげて、ナホタン。でもさやか、そのまま食べ続けてたら大変でしょ。そうかな。さやかちゃんはその霊がかわいそうだから除霊はしなくていいと考えているのね。え？はい。そうなの。ナホちゃんがこんなに心を痛めているのに、あなたはその霊に味方をするというわけなのね。え？ねえ、ナホちゃん、さやかちゃんったらひどいわね。あなたの気持ちを無下にする子なんて放っておいて、私とデートしましょう、ナホちゃん。ついちゃったのね。本当だ。ナホちゃん大丈夫？気持ちのいい食べっぷりだったよ。間違いなく体重が増えるでしょうね、
楽しみだわ。お腹のぷよぷよ、ぜひ触らせてちょうだいね。ダメです。私は触られるより触りたい派ですから。そうだったのさやか。それじゃ今までは遠慮してたんだね。いいんだよ、俺をもっと触って撫でて抱きしめてくれたって。今そんな話はしてないでしょう。なほちゃん、それ以上食べないで。太るの反対。そんなこと言われても食べたくて仕方がないのだもの。なほたんが太っちゃうなんてやだ。それは私も困るけど。さやかが望むなら俺があの霊を払おうか。でも払うのは憑依を剥がすこともできるけど、あの霊を放っておけばまた別の誰かに取り付くだろうね。さやかちゃんがなほちゃん以外はどうなってもいいというのであれば、それでもいいんじゃないかしら。それも困ります。どうしたらいいの。成仏してもらえばいいんじゃない。霊が満足するまでスイーツを食べ続けてもらうの。でもそれって今の状況と何ら変わりないわよね。さやかとさえのきさんでだいぶ食べてるけど、まだ満足はしていないみたいだしね。どれだけの量を食べたらあの子が満足するのか。そうじゃなくて、あの子が食べられなかったのって美味しくて有名なスイーツだったんです。だから生前あの子が食べたことがないくらい美味しいスイーツを味わえれば成仏するんじゃないかなって。ああ、なるほど。近くに美味しいって評判のスイーツ屋さんなかったっけ。この近所のスイーツならほとんど俺が買ってきたよ。さやそれでも成仏しないんだから、もっと美味しいものじゃないとダメってことなんだろうな。なほたん、どこかいいお店知ってる？猫カフェなら。それはまた今度、二人でデートするときに行こうね。ねえなほちゃん、それならやっぱり私とデートしましょう。カフェホルターズ。予約待ちの列が駅前を埋め尽くしたっていう、あの。しかもこれ、今日の予約じゃないですか。愛子さん、どうしたんですかこれ。お客様になり損ねた方から取り上げたのよ。頼まれていた情報を渡したら1円も払わずに連絡がつかなくなった方がいてね。そんなのってあんまりでしょ。だから滞納した分の利子も含めて貯金その他お金になりそうなものは片っ端から回収させてもらったの。片っ端からですか。ええ、そう。このチケットもその中の一つってこと。売りさばこうにも今日しか使えないチケットだし、それならたまには親しい人たちと美味しいものを食べたいわ。親しい人たち。な
穂ちゃんはもちろんだけど、さやかちゃんと春雪くんもご招待したいわ。どうかしら。いいんですか？ええ、これを機に親睦を深めたいところね。だってなほちゃん、行ってみようよ。さやかが行くなら俺も行くよ。どこまでもついていくよ。だから安心してね、さやか。あんたはお呼びじゃないってば。こふん。親しい人たちと言われるほどあなたと仲良くしたことはないと思うのだけれど。あら、なほちゃん、その目は何かしら。うん、アイコ、何を企んでいるの。何も企んでなんていないわ。たまには霊具ではなく人間のおしゃべりに付き合ってお茶を楽しみたいと思っただけよ。そう？ええ、それにね、なほちゃん、私たち親友ですものね。放課後にお茶をするくらいいいでしょ。親友？はい、あなほちゃんたら口元に生クリームがついているわよ。甘さ控えめで美味しいわね。何するのよ。メロハーンな光景でごちそうさまでした。でもダメ、アイコさん、ナホタンにこれ以上手を出さないで。さやか、さやか、苦しい。ナホタンまたアイコさんにあーんってされちゃうもん。されないから。二人とも相変わらず仲良しなのね。焼けちゃうわ。甘いものが食べたい。でもこれ間違いなく太っちゃうね。こりゃ大変だ。せか、メタボな俺でも愛してくれるよね。ナホタン、こっち向いて。私からのあーんも食べてくれるよね。はい、口開けて。さやか、そういうのはせめて他に人がいないところで。気にしなくていいんだよ、ナホタン。ほら、恥ずかしくないから。さあ、あれ、さやか聞いてないね。あ、わかった。一緒にダイエットに励む方がいいのかな。それじゃあ運動用にジャージを買いに行かなくっちゃね。どんなのがいいかな。やっぱりお揃いが。勝手におかしな話を進めるのはやめて。ハキュ
あなたたちっていつ見てもおかしいのね。見ていて飽きないわ。できそうにないよ。わあ、キャラメルハニーパンケーキのマロン添え、ベイクドドーナツのホットチョコレートフォンデュ、ミックスベリーワッフルと3種のソルベ、バナナオムレットのマンゴーソースがけ。どうしよう、ナホタン、スイーツばかり食べていたのに注文せずにはいられないわね。すみません、注文いいかしら。お伺いいたします。白玉と抹茶のレアチーズケーキを一つ、それとほうじ茶のミルクティーをお願いできるかしら。かしこまりました。俺はこっからこっちのページまでのメニューをとりあえず全部。かしこまりました。そんなに頼むの？だってもうとにかく食べまくらないと餓死しそうなくらいお腹が減ったんだよ。あ、そう。他にご注文はございますか？ナホタン決めた？あ、それじゃあカモミールティーとバナナオムレット。私はキイチゴのシフォンケーキとピーチティーで。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。この人やっぱりどこかで。ねえ、今の人知った顔じゃなかった？そうだ、あんな紳士のおじさま、一回見たら忘れない気がするけど。俺、さやか以外の人ってなかなか覚えられないからね。アイコは？私はよく知っていてよ。ほら、あの子の付き人の方でしょ。あの子？こんにちは。さえぬきさんと愉快な仲間たち。あ、これ確か転校生の。みずき、まがりさん。さっきの店員は水木バルドさん、マガリさんの執事よ。さすがね、ミワアイコ。バルドのことまで知ってるなんて、すごいすごい。どういうこと？なぜあなたがここに？だってここ私の店だもの。嘘。私嘘なんてつかないよ、今のところはね。アイコ、知っていて連れてきたわね。え、知ってたわ。何を企んでいるの？何も企んでなんてなくてよ。嘘をつかないで、
ここがあの子の店だと知っていたらわざわざ来たりなんか。あら、だってカフェホルタースのオーナーについてなんて誰も聞かなかったじゃない。そんなの聞かなくたって言ってくださいよ。まあ今のところ誰よりも関わりたくない子よね。水木さんはお金持ちなんだね。別にこれくらい普通でしょう。っていうかあなた誰だっけ。犬丸春雪、さやかの前世からの恋人だと覚えてくれれば問題ないよ。へえ、前世からの。そう、前世からの。なんせさやかと俺の小指は赤い糸でぐるぐるにつながっているんだ。あなた面白い。水木さん、この犬ころは虚言癖の塊だから全スルー推奨で。彼本当のこと言ってると思う？私が言うんだから間違いない。ところで、なぜあなたは勝手に同席しているの？だって、私もみんなとお友達になりたいもん。私たちにあんなことをしておいて、よくもそんな。あ、やだ、私だけ仲間外れなの？クラスメートなのに？そういうのって、いじめって言うんでしょ？ひどいな。そういうつもりじゃなくて、私はつもりじゃないってことは悪意なきいじめなの。やだ、そっちのがよっぽど立ち悪い。さやかってそんな子だっけ。さやか、こらえて。でもなほたん、私も彼女はいけすかないから気持ちはわかるけれど。彼女はあなたたちのクラスメートなのよね。それならあんまり邪険にしてはかわいそうよ。愛子さんは話がわかるみたいね。愛子、あなたどっちの味方なの？そんなの決まっているでしょ。愚問だわ。私はより私のためになりそうな事柄の味方よ。マガリさんと仲良くしておけば霊具関係の話が聞けるかもしれないでしょ。何より誰かを仲間外れにして飲むお茶はあまり美味しくないでしょうしね。そうそう、愛子さんの言う通り。なんでみんなそんなに仲が悪そうなんだい。やっぱり水木さんには遠慮してもらう。オーナーのお願いを断るってことはさ、バナナオムレットはいらないってことでファイナルアンサーって意味になるのよ。さやかにもシフォンケーキ食べさせてあげない。いいの？うん。ついでに他の二人が注文したものも全部キャンセル。ねえ、でもこんなにお腹が空いてるのに。そんなの知らない。腹ペコなら外でチープなジャンクフードでも詰め込めばいいじゃん。卑怯よ、水木さん。
かった。あなたの同席は許してもいいけれど。本当？ただし条件があるわ。あなたが私たちの神経を逆なでするようなおかしなことをしでかさないと約束するのなら。おかしなことって例えばこういう？中のスキンシップくらい普通のことなの？え？さやか？さやかちゃんたら、刺激の強い場面を目撃して言葉が出ないのかしらね。メロハーンも飛び出さないなんて本当にショックなのね。あなたたちはいつまでそうしているのかしら。何をしているの？離れて。何をするの？さえのきさんのほっぺ美味しそうだったから。マルド、持ってきて。かしこまりました。うわぁ、美味しそう。もういいかな、食べていいかな。どうぞ召し上がれ。カフェホルタースのスイーツは皆様に極上のひとときを提供するわよ。いただきます。えのきさんには特別に私の手で食べさせてあげる。な、結構よ。遠慮しないでよ。親友同士ならそれくらい普通にやるものでしょ。そもそも前提がおかしいわ。一体いつ誰があなたと親友になったのよ。まあ、なほちゃんたらまた親友候補を作ったの？モテるのね。親友の一人としては心配だわ。アイコ、あなたとも親友になったつもりはないわよ。照れ隠しが上手なのね、ナホちゃんったら。別に照れてなんか。ああ、そっか。さえのきさんのそういう態度って照れ隠しなんだ。ポーカーフェイスだから分かんなかったわ。ああ、もう否定するのも面倒になってきた。
初めてかもしれない。あ、どうしよう、手が止まらないでしょ。本当に美味しい。これは予約必須のお店になるだけあるわ。こういうのも一回くらいは悪くないかもね。え？お茶とスイーツをお供にして友達と放課後を過ごすの。バルトだけだから。そう、楽しいからこの席はおごってあげる。みんなどんどん食べてねごちそうさま。それじゃあお言葉に甘えて。じゃなかったら私ナホちゃんの何番目なのかな。違うのさやか、誤解しないで。もちろん私の一番の親友はさやかよ。そうに決まってるじゃない。本当？本当よ。だからほら泣かないで。猫カフェに行ってくれる？あ、ええ、もちろん。そんなことでよければいくらでも。猫カフェに行く前にお揃いの服を買ってそのまで来てくれる？あ、ペアルックで遊んでくれるよね。一番の親友だもんね。人目につかないところなら。わかった。お揃いにしましょう。ペアルックもたまにはいいかもしれないしね。あと、アイコさんにやってもらってた。ああ、猫カフェで私ともやってくれる？え？猫カフェなんて人目の多いところで。ペア、何？どういうこと？アイコさんがさえなぎさんにあんしたの？そうね。ここに来る前に教室でそんなこともした気がするけれど、でももう済んだ話だと思っていたわ。さやかちゃんたらそんなに根に持たなくたっていいのに。愛子さんがやったんなら私もあんしたい。ダメ！これ以上奈穂ちゃんにちょっかい出そうって言うなら私を倒してからにして。いいの？待って、話がややこしくなるから、さやか以外は黙っていてもらえると助かるんだけど。さやか、少し落ち着き。
るよ。いいえ、今あなたは頭に血が昇っている。ケーキでも食べて落ち着いて。ほら、美味しそうじゃない。したい。あ、ね、まほちゃん、していいでしょ。さやか、お願いだから落ち着いて。落ち着いてる。なほたんのほっぺは私が消毒してあげる。何それ、引き捨てならないわね。私の唇にケチつける。以外とはチューしないもん。だからナホタンも私以外とはダメ。さやか、そういうことは大声で叫ばないで。だって。ならこうしましょう。全員がナホちゃんにアンをしてほっぺにキスをすればいいのよ。そうすれば不公平じゃなくなるでしょ。何言い出すのよアイコ。そうですよアイコさん、それじゃ意味ないです。でもさやかちゃん、よく考えてみて。あなたが今悲しい思いをしているのは、私やマガリさんがナホちゃんにちょっかいを出したのにあなただけが出せていないことが原因でしょ。そうですけど。でもね、私もマガリさんだけがナホちゃんにキスをしているのはどうかと思うし、マガリさんもナホちゃんにアーンがしたいはずなのよ。だから全員がナホちゃんにやっていないことを行って、ひとまず不公平感をなくせばいいと思うの。そうしたらナホちゃんに特別なことをしたっていう立ち位置の人がいなくなって、平和が訪れるはずよ。あ、そっか。あー、私は血みどろ骨肉の争いを繰り広げてもいいんだけど。でもマガリさん、友人同士は時にこう言って、お互いが譲歩し合うことで絆が強くなるものらしいのよ。そうなの？どんな生活を送ってきたのよ。だからさやかちゃん、あなたはナホちゃんにアンをして、その代わり私もナホちゃんのほっぺにキスをするわね。そしてマガリさんはナホちゃんにアンをする。これで全員平等、一件落着ね。なんでそうなるのよ。仕方ないな。今日は友達記念日ってことで特別だよ。私も愛子さんの意見に乗る。さやかまで何を言っているの。みんなナホちゃんも特別になりたいけど我慢してるんだもんね。大丈夫、私も我慢できるよ。さやか、聞いてる。それじゃあナホタン、よろしくお願いします。うわ、まずはほっぺチューするね。その後アンしよ。次は私の番ね。さやかちゃんの後ろに並んでおこうかしら。私も。後が使えてるんだから、さやかは早くしてよね。
何よ犬丸、今いいところなのに。助かった。あそこ、あれは。うん、スイーツが美味しかったみたいで成仏するって。それじゃあ水木さん、今日はごちそうさま。どれもとっても美味しかった。どういたしまして。お腹いっぱいになったわ。こんなに甘いものばかり食べたら私もプニプニお腹になっちゃうかしら。しばらく甘いものは控えなくちゃかも。でもまた食べたくなるくらい美味しかったよ。予約は1年きっかり埋まってるからすぐの来店は無理でしょうね。そんな、あの子が成仏しちゃうくらい美味しいお店なのに。そんなに褒められると悪い気しないな。私の権力で予約をねじ込んであげてもいいよ。本当？その代わり、はい、チーズ。何？どういうつもり？今日の記念よ。いいでしょ？こんな間抜け顔。ずるい！ナホタン、私も取らせて！充電、切れてる。あひゅさやかついてない。いいもん、明日にするから。でも、今日の思い出は今日しか残せないものよ。さやか、代わりに俺の携帯で撮っておこうか？もちろん俺の携帯はさやかしか映さないから撮影対象はさやかだけど。それじゃ意味ないでしょ。そんなことないよ、俺が幸せになるよ。あんたの幸せなんてどうでもいいし。冷たい！もう肝心な時になんて。これ以上水木さんといたらさやかによくなさそうね。それじゃそろそろ帰りましょう。水木さん、またね。バイバーイ。なんだかどっと疲れたわ。同じく。そう？俺は放課後をさやかと過ごせてとっても楽しかったけどな。犬はお気楽でいいわよね。私も結構楽しかったのだけど、ナホちゃんとさやかちゃんは違うのね。残念だわ。へえ、新しい霊具を手に入れたわけでもないのに楽しかったの？悪くはなかったわ。低級霊がいたり、曲がりさんに引っかき回されたこともあったけど、親しい人たちとお茶をして放課後を過ごすのは初めてだったもの。愛子さん、こういう風に放課後を過ごしたことなかったんですか？ええ、そうなの。
でも愛子さん、そんなに美少女なのにどうして？私は普段情報収集で忙しいから、放課後こうして遊ぼうとすることがそもそもないのよ。それに霊が見えない一般人と積極的に関わる気も起きないし。え？ん？あら？そんなにおかしなことを言ったかしら。わかりました、愛子さん。私たち、今日から友達です。え？ねえ、なほちゃん、いいでしょ？愛子さんは、私たちの友達。え？まあ…私が…なほちゃんやさやかちゃんと…はい！ダメですか？でも私、ご存知の通りとても性格が悪いのよ。さやかがいいって言ってるんだから、いいんじゃないの？友達だと思えば、もう少し私たちに対するあなたの態度も変わるかもしれないし。それはどうかしら。私とあなたたちが友達ね。くすぐったいわね。友達、友達、友達って、そう何度も連呼しないで。はいはーい、俺もここにいるよ。これは女同士の友情なんだから、男はお呼びじゃないの。つまりさやかは俺に女の子の友達がいたら焼いてしまうから、丹羽さんとは知人以上にはなるなと。そう、ほんとあんたってうざい。やわっ。さて、ここで提案があります。今日の記念にみんなでプリショを取るっていうのはどうでしょう？禁制だからここで待ってて。ね、いや、ちょっと待って、よく見ようよ。女性が一緒の場合は男性も立ち入り OK ですって。じゃあ、なほちゃん、愛子さん、あちょっと、かわいそうじゃない？いいの、犬丸も入れてプリシャなんて取ったら何に使われるか分かったもんじゃないもの。一理あるわね。これで取ろうか。うん、愛子さん、こっちです。入ってきてください。ずいぶんと眩しいのね。愛子さん、プリシャは初めてですか？知識としては理解しているつもりだけれど。じゃあ注意事項を一つ。映るときはモニターじゃなくて上にあるカメラに目線を合わせてくださいね。わかったわ。そういえば、私も初めてプリシャを撮ったのはさやかとだっけ。綺麗に撮れたら友達記念って書きましょうね。なほちゃんとも初めて撮ったときはそう書いたんですよ。ええ、そうなの。せっかくですし、3人で抱き合ったりとかして写りませんか？ええ、背景はどうしようか。なほちゃんのお好みで。うん、了解。Thank you.
それじゃ取るよ。うん。あ、アイコさん、早く、もっとこっち。していたわ。緊張したんでしょう。そういうわけじゃないのよ。もう一回撮り直しましょうか。いいえ、これでいいわ。等身大の私たちという感じで面白いじゃない。じゃあ今日はこれくらいにしておきましょうか。水木さん、これを見たら悔しがるかな。それが目的だったの？違うよ、あくまで目的は愛子さんと友達になった記念を。愛子さんとは最初の出会いがあまり良くなかったけど、でも根はそんなに悪い人じゃないと思うから、これからいい友達になってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。この子のこういうところが好き。よろしくね、さやかちゃん。それから、なほちゃんも。よろしく。夢のような一日だったわ。だけど、もう二度とあの時間は戻ってこない。あの日は確かに笑い合っていたのに。私の誠意。許さない、許さない、絶対に許さない。Ah!